さんこんにちは。マイマイチャンネルです。ですね、キャラメルちゃんのファイルの続きの紹介をしたいと思います。ですね、1ページ目だけ紹介してましたけども、2ページ目、ここなんですけども、これは何でしょう。これはどう撮ったらいいのかなと。すごい悩んでます。これをこういうふうにリボンを取るんですよね。シールですね。シールですよね。この中はすごいです。トレーペに、いろいろシールっていうのかな、貼って。かわいい。こんな感じです。こんな感じです。いろいろ貼ってくれてます。この中に、な、あれ？中に入ってるのが、入ってたのが、かわいい。これは何でしょう。映るのは どこ映ってるのか 分かんなくて、カメラが逆にすればよかった。こんなこと考えつかないです、私。本当に、いやー、優しい気持ちだわ。で、こんな感じです。かわいい。2枚ずつ入れてくれました。かわいい。かわいい。すごいかわいい。ねえ、かわいい。綺麗だしね。これは？こんな感じでたくさん入ってます。かわいいです。どれもこれもほんとかわいいメモたちです。ほら、かわいい。こんな感じで。私、いやー、キティちゃんね。キャラメルちゃんからいろいろキティちゃんのかわいいのいただいて、なんかね、さらになんか、キティちゃんが大好きになってき ました。なんかキティちゃん大好きになってしまってます。こんな感じでいただきました。次はこれですけども、はがき、お買い物、かわいいですね、はがき。わーわーわー、食べられます。 いや、食べたらどうなるんだろう。 食べたらまずいかしら、みたいな。 美味しそう。 これは封筒ですね。お手紙書く、レターセット、かわいいです。2枚も入ってますよ。それと、これも封筒、レターセットですね。中はこんな感じ。かわいい感じですね。すごいかわいいです。これもレターセット。こんな。あら、取れない。こんな感じ。かわいい、かわいい、かわいい。なんでこんなかわいいの、たくさんレターセット持ってんでしょうね。すごいですね。趣味がね、そうですよね。これは、これもレターセット。
こんな感じです。かわいいですね。すごいかわいいです。で、これから次のページです。これ、次のページもすごい、なんか、こんな風に作るんですね。こんな風にすると、いいんですよね。なんかコラージュっていうんですか？では、どのように撮ったらいいのかな？こういう風にこう撮るんですよね。撮って、こんないかな？これは何かな？これ？ すごい、このね、見えますか？これ。すごいですよね、こんな感じで。コラージュ？すごい、すごい上手で。では次に、こんな感じで、かわいい、メモ帳って言っていいのか、便箋と言っていいのか、かわいい便箋が。かわいいっていうか、素敵というか。ねえ、すごいね、これは。ねえ、これは何でしょう。これも、これ私何かに使いたいな。即座に。即座にって何に使うかというと、真似したいなと思って。これもなんか、ファイルの表紙 したいなとかって あ、レターセット、これはですね。かわいい。すごい。わー、そして、これすごいかわいい。すっごいかわいいです。キャラメルちゃん なんか工作に使っていいでしょうか？使わせてもらおうかな なんかね、たくさん工作に使いたいです。これもすごいかわいい。あ、見ましたね で、ここに入ってたので、お返しします 入らない。入らない。入った。それからですね、ここの裏の方にも何か入ってました。すごい。これはシールなんですよね。いやー、キャラメルちゃん、このシール剥がしていいでしょうか？ ノートに貼りたい。これメモでしょうか？すごーい。わー、すごーい。かわいい。かわ、見えますか？これ。靴履いてるんですよ。靴、すごい。すごいかわいいです。わー、わー、これは何？チロルチョコの。ほらー、すごーい。これもチロルチョコです。あ、きなこ餅。かわいい。チョコ。こんなに種類あるのかな。かわいい。めっちゃかわいい。わー、かわいい。素敵。すごーい。すごいすごーい。まったくすごーい。かわいい。わー。はあ。まあ、どこ行くんでしょう。
あっちゃー、あちゃちゃー。すごいです。これアリス？なんかね、おばあちゃんだからわかんないんですよね。これすごいかわいい。見ましたね。と、こんな感じでここに入ってます。と、次はですね、こんな感じです。こんな、鳥にレース、このここの縁も見てください。これレース、こんな感じでレースがすごいね。そしてマステで留めてます。この袋を紹介したいと思います。こんな感じです。ここにクリップがついてるので、これを取って中を見てみたいと思います。わーわー、かわいい。ノート？かわいらしい表紙が、これもなんかファイルの表紙にしたい。わー、かわいい。かわいい。あらー、まったく。これダメ。これダメダメ。かわいくてダメよ。こんなノート、すごい。こんな感じですよ。かわいい。困ったね。こんな感じで。使えません、ノート。使えない。使わなかったら、ねえ。すごいかわいいです。ねえ。なんかすごいかわいいです。こんな感じで入ってました。次はここのポケットです。ポケットの裏にまたもやパタパタになってるんですよ、このポケット。これももうすごいかわいいです。これ、なんでしょう。ペーパー。なんかのペーパーを袋に、違うね。そうなのかな、印刷したのかな。すごい。これもなんかなんか作りたい感じ。湿気しちゃおうかな。ねえ。で、ここに入ってたのが、メモですね。メモたちです。ちょっと出してみたいと思います。光るね。はい。かわいい。これは長いんですね、きっと。こんな感じ。こんな風に長いメモ用紙です。すごーい。すごーい。新幹線。わお。わー、すごい。こんな、メモ。すごい。かわいい。これは、こんな感じです。こんな、かわいいね。
そして、これも、色違いで2枚ですね。かわいい。おいしそう。すごいかわいい。わあ、すごい。これは？これもメモなんでしょうかね。長いメモばかりをね、ここに入れてくれてます。すごい。あららら。かわいい。これもまたかわいい。なんて言うんでしょうね。こっちの方、表側はツルツルなんだけど、裏側がザラザラ？ザラザラ？ザラザラでもないけど、ザラザラ。なんだいそれ。すごいかわいい。ねえ、これ、薄いんですよ。こんな感じで薄いんです。和紙なのか、ちょっと素材がわかんないです。こんな感じ。すごーい。こんな。すごいです。すんごいです。あららら、かわいい。あら、後ろ姿。ねえ。すごい。これもなんかね、ちょっと変わった紙です。こっち？何の更新かな？ すごーい。これも？こんな感じ？すごいです。鳥さん。なんかつながってます。かわいい、きれい。こんなのが入ってました。ありがとうございます、キャラメルちゃん。大事にしまっときます。 怒られるね。しまっとくんじゃないよって感じだよね。ですね、上のポケットに、すごい、綺麗に、こんな感じです。はあ、綺麗。これ、かわいい。すごい。これ、もう一枚あるのかな。こんな綺麗な、こんな感じです。ダメだ。 んな感じです。ねえ、すごい。豆。 わあ、豆。コロロ。 こうかな。こうか。猫拾いました、だって。そうなんだ。 手が。 猫拾いました。うわー。 すごい、これ面白い。 面白い。かわいいね。すっごいかわいい。これも。かわいい。どうしてかわいいんでしょう。どうしてかわいいんでしょうって言われてもね。見ました。どんなふうに、ちょっとね、これね、入れ方がね、私はね、きっとまずいと思うので、後からちゃんときれいに入れます。それからここのポケットが、またもやシールです。
シールが、こんな感じのシールです。ねえ、かわいいシールがいっぱい入ってます。まるまるこんなにいただいていいんでしょうか。これは、ミニレターセットっていうものですね。こんな感じです。それから、これはシール？シールですよね。なんかシールっぽいんだけど、違うか。シールじゃないのかな。ちょっとこれがわかんないね。シールっぽいね。シールっぽいような、シールっぽくないような。わかんない。いやー、これ。あら、揺れてる。ないね。揺れてない。すーごいかわいい。あららら、これもかわいい。すごい。いやー、すごーい、かわいい。これは、ミニレターセットじゃなく、封筒です、じゃなく。じゃなく。これも封筒。いや、すごい素敵な封筒。いやー、たくさんありがとうございます。かわいい。この縁がキラキラ光ってます。すっごいかわいいです。ありがとうございました。それからですね、ここのポケットが2つあるんですけども、こんな感じで。ここにですね、メモが書いてあるんですけども、木材で作られたメモです。取り扱い？怖い。これ。取り扱い注意って書いてるんですよね。私、困っちゃった。見せられないです。取り扱いできないです。これは、このまんま大事にしときます。すごい、このスタンプかな？すごい。それから、次に、ここにはメモが入ってます。このマステもまたすごい。いや、どうしてもこれ欲しいな。このマステどうしてもチョイス。もらっちゃおうかな。取っちゃおうかな。ノートに貼りたいです。どうしても貼りたいので。取ります。ごめんなさい。取っちゃいます。これをノートに、自分のノートに貼っちゃいます。かわいくて、あまりにもかわいくて。では、すごい素敵な袋。ね、かわいい袋だね。すごいかわいい袋です。これにメモが入ってました。これ。わお。すごい。こんな感じです。これも。すごい。なんなのこれ。メモ？メモ用紙？すごい。裏がこんな感じになってるね。メモ用紙？アメインコって かわいい。 すごい、見たことない。これも、ね、かわいい。これは？かわいい。
かわいい。なんかに使いたい。いやー、かわいい。あ、これ？こう？こうだね。鳥が好き。いやー、かわいい。なんだろう、かわいい。なんとなくかわいい。あー、かわいいね。こんな感じです。こんな感じです。かわいい。かわいいのがたくさん入ってます。メモも本当にたくさん。すごい。あ、猫拾いました。さっきもなんかあったよね。拾われちゃったのね。2回も拾われちゃったのね。極楽？これ面白い。極楽なんだ。これ。ほう、これは何だろう。何の。美味しそう。パン？パンだ。ね。ああ、パンダがパンダ？ なんかいろいろ、いろいろなメモがたくさん入ってました。ありがとうございます。嬉しいわ。こんなにいっぱいメモには使えないですけどね。次はこれです。ここに、剥がしていいのかな？あれ？あ、違った。剥がすんじゃなかった。 いやー、やだ、ほんとやだ。こんな風に取れました。ほら、うさぎさんのね、この表紙っていうか、かわいいね。これすごい素敵です。この中にパン入ってる。どっから取るんだろう。これも作りましたね。作りましたね。パンがこの中に。いやー、いやー、すごい。いやー、ほら、パンがこの中に。こんなちっちゃいパンが。いやー、かわいい。これ、これ、これ、これ。シールかな？あら、こういうのに弱いですね、私は。何を言ってんじゃん。あ、おにぎりも入ってました。こうやって窓をつけて、ね。何かこのように入れるってすごいアイディアだわ。真似しちゃおう。ここにもシールが貼ってありますね。素晴らしい。で、これはミニレターセットかな？封筒？あ、レターセットなんですよね。あれ？封筒か。封筒でした。すごい手が込んで、これも、ほら、マステ貼ってるんですけども、ね、開いた時にもきちんと。いやー、こんな風にね、手作りですよね。わあ、万年筆。こんな感じですごい。いただきました。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。では、もう一つのには、あれ？ 何でもね、あれなんですよ。あ、これは折り紙のお裾分け。あら、このマステも。なんか気になるマステだ。
いやだね、本当に折り紙です。あ、これ両面ですね。何か両面は何か折ってみたいなーってね。猫、これも猫ちゃん、これも両面です。へー、わー、これすごい素敵な、すごい、何かに使いたいわー、即座に。これすごい、すごい綺麗だね、すごい折り紙、こんなにたくさん、すごい、すごい、なんかあちゃー、すごいパンだわこれはないんだね。チョコレート、チョコ、チョコ、わー、チョコいっぱい、なんかこれもなんか作りたい感じね、作りたい感じってね、なんか言ってますけども、なんも作れない女です綺麗だ、すごい綺麗だねー、へー、すごい、これもまた、あ、これはトレペって感じのねえ、あ、裏はあるわけだすごい、これはこれも綺麗、あ、これもなんかトレペって感じの、こんなの、ほら、すごい、こんな綺麗、ほら綺麗だわー、綺麗、これもすごい綺麗だね。何に使おう、やっぱりなんか作りたくなりますよね。いやー、初心者が何を言ってんじゃいって感じですよね。あー、かわいいねー。はい、こんな感じでいただきました。本当にね、たくさん、もう折り紙もですね、私持ってないですね、一つも持ってないです。こんな感じでいただきました。ありがとうございます。あ、はい。よいしょ。それではですね、今日はですね、パート3を撮影しました。ではですね、次の動画、最後になり、なるように撮影します。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。